はい、どうもオリオンです。はい、ですね、今回の哲学はこちらです。はい、こちらですね。はい、お酒を飲んで自転車を運転すると飲酒運転になるのかということですね。はい、これですね、お酒を飲んで自転車を運転すると法律違反になってしまうということですね。道路交通法第117条の2で自転車の飲酒運転は禁止されていると、はい、いうことですね。もし自転車の飲酒運転をしてしまうと2年以下の懲役または5万円以下の罰金となる、ね、だけど実際は自転車の飲酒運転の取り締まりは行われておらず捕まる人はいないようなんですね。はい、警察はですね、少しであれば多めに見ているわけです。ただし自転車で蛇行運転をしたり通行人に突っ込んだりすると話は違うということですね。危険運転をしているところを警察官に見つかったら連行されて逮捕されることもあるということでございます。